はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。皆さんは破壊というデッキテーマご存知でしょうか。このテーマ素晴らしいですね。使ってみて思ったんですけど、このテーマ素晴らしい。そこまで難しいソリティアルートないんですけど、ギミックはめっちゃ強いんですよ。で、このテーマ何するかっていうと、とにかくね、相手を破壊したり自分を破壊したりして、で破壊されるとなんかそのリクルートしてくるっていうテーマで、結構ね耐久力が高いし、盤面の破壊能力もそこそこ高いっていうデッキなんですよね。で下級モンスターは、主にね1番の効果で何かを破壊する効果、そして2番目の効果で、破壊されるとデッキから、自身以外の破壊モンスターを出す効果を持ってるんですよね。で例えば、アルファだったらフェルドのカードを破壊しながらこいつを特殊召喚ができるって効果だし、ラッキアだったら フリーチェーンでフィールドのカードを破壊する効果で、サラマだったら、墓地の、破壊カードをセットしてから、フィールドのカードを破壊するっていう効果があるんですね。この効果を駆使して、展開していくっていう。でエースモンスターはねこいつです。双極の破壊神、こいつがね非常に強力な効果を持っておりまして、まず打点が3000っていう。で破壊ってデッキからリクルートしてこれるんで結構簡単にこいつ出せるんですけど、フィールドのカードが戦闘効果で破壊されるとまず手札から特殊召喚できるっていう手札からの効果と、特殊召喚にこいつが成功すると手札を1枚捨てるとフィールドのカードを1枚選んで破壊するっていう効果、そしてフィールドのこのカードが破壊されるとエンドフェーズにこいつを特殊召喚するっていう効果を持っています。だからねこのね破壊神をね出してね相手の盤面をぶっ壊したり、こいつを巻き込んで、リンクして、リンクモンスターで相手のモンスターを巻き込んだりするっていう、そういうテーマですね。で魔法トラップカードは、一応、いくつかあるんですけど、固有効果は大体そのセットされたカードが破壊されると、自身が破壊されるとデッキから破壊モンスターを出すっていう、これが全モンスターに共通みたいなところありますね。全モンスターと全魔法トラップ破壊されたらなんか出すっていう。だから例えばさセットしておいてライトニングストーンとか打たれてもモンスターはめっちゃ出てくるんですよ。だからアドバンテージの、ね、損がねほとんどないこのカードは。で、それぞれにこういう効果持ってて、相応の風だったらサーチするし、破壊モンスターをね、破壊カードをサーチするし、破壊ショートだったら破壊モンスターと、相手のカードを、1枚ずつ破壊するし、破壊双極だったら、蘇生するしみたいな、そんな感じで、相性がいいのは、破壊って破壊されたら出してこれるんですよ、モンスターを。ってことはフィールドで発動する効果じゃないんで、まずなので、スキルドレインは結構相性がいいと。それから激流走も相性がいいと。これも、フィールドのカードを全部一発するカードなんで、破壊されたら出してこれる、破壊カードはもう基本的にアドバンテージの損がありません。相手だけ破壊されるカードだと思ってください。これはめっちゃ強い。で、リンクモンスターですね。リンクモンスターは相手を巻き込んでリンク召喚します。基本的に例えばラギアだったらこれフリーチェーン、フリーチェーンっていうか相手ターンで発動できる効果なんだけど、相手のフィールドの特殊化されたモンスター一体 と、こいつを素材にして悪魔族のリンクモンスターを出せます。だからラギアから例えばトロイミアユニコーンとか、破壊リンクモンスターであるアルバとかを出せるってことですね。でアルバは相手ターンでは発動できないんだけど、相手のモンスター一体を巻き込んでリンク召喚ができます。はい、リンク4までつなげることができるってことですね。で、リンク4で出してくるモンスターがこれ、破壊総王神雷号、これがエースモンスターです。はい、リンクモンスターを含むモンスター2体以上っていうことで結構簡単にリンク召喚できるんですよね。大体ね、アルバが出せて、アルバと相手のモンスターでリンク召喚していくことが多いです。でこのモンスターの効果がかなりね癖強くて、ライゴ以外のカードの効果でフィールドのカードが破壊されるとフィールドのカードを破壊すると、なんか違う、こいつ以外のカードの効果でなんか破壊したらなんか破壊するとみたいなことですね。だからこれが火器モンスターとか、破壊鐘楼とかとコンボしていくカードになります。で、このカード以外のモンスターが戦闘で破壊されたらフィールドのカードを破壊する、要は自分で破壊しても他のモンスターが破壊してもいいんだけど、なんか破壊したらなんか破壊するよと。で、自分のまたは相手のエンドフェーズにフィールドのカードを1枚を破壊するよと。もう全部破壊する効果になってます。1番2番3番全部カードを破壊する効果、もう殺意が高いね、素晴らしい。使ってみていただければ分かると思うんで、早速ねちょっと回し方をねご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ反動は悪くはないか、初動はある。破壊ね、なかなかね楽しいですね、使っててね。そんなに難しくないんで、ルートも結構使ってると割と楽しいデッキになってるんじゃないかなと思うんですが、とりあえず、破壊トラップは破壊されるとデッキから破壊モンスター1体を特殊召喚することができるので、で破壊同士サラマを特殊召喚で、サラマの効果増、
サラマは墓地で存在している破壊カードを1枚をセットし、フィールド上のカード1枚を破壊できる。それ破壊のねギミックは結構いろんなあのギミックと相性が良くて、あの破壊されるとなんかあの効果が増するようなね、あのユベルとかとは結構よく組み合わさってるんですけども、どうなんかこれ一回これセットしてこれでいいんじゃないかな。今全くね妨害はないんですよ、ちなみにこの盤面。ただ破壊されると、サラマもアルハもどっちもあのデッキから破壊を持って、で出してくるよっていう効果と、あと激流装っていう最強カードがあるんで、あーなるほど、アレイスだね。召喚獣はまあちょっと一回そのリンク召喚を重ねられて、まああの光メールカバーまで繋がると思うんですけど、まあ、とりあえずこの増殖装置を打ったことによってある程度対策ができるといったところ。さあ増殖装置は通る OK で、アレイサで召喚マッチ持ってくる。まあ、何召喚獣か知らんけど、まあリンク召喚しないと素材そんなないと思うから。さあどうする、リンクするか。お来た、アルテミス OK、 ワンドローよし。まあここはまだ激流装ちょっと早いですね。激流装は召喚獣着地エルシャドウ、シャドル召喚獣 OK、 召喚獣シャドル、まあでもミドラッシュ出てきたとしても別にぶっ壊せばいいだけなんで、そんなに困んないかなっていう感じしますね。で、あネフィリム OK、 まあネフィリム出てきてもそんなに困んないかな、そこまでは困らん。召喚獣出てきたら激流装とで、それも効果発動は、いやここも打つタイミングここぐらいしかないか。まあ一応ぐらい打っときますか。ワンドロー封じていく。でネフィリム効果でシャドルカードを墓地に送るという効果はもう特に何もない。妨害しないのもまたいいですね、このなんか破壊デッキ相手 の展開をそこまで妨害しないので、割とねそのなんだろうな、対話ちゃんとするからいいデッキなんじゃないかなとは思う。さあシャドルビースト効果で1枚ドローしていく、うん、いいだろう。結局ワンドローはされるっていう話ね、はい、で1体でグラビティコントローラー OK、 グラコン OK、 なんかめちゃくちゃドローさせてくれんじゃん。で回収ね、ああいいよいいよ全然いいよ OK、 全然あいつ召喚馬術打たねえな。一旦なんかメルカバー出してから考えるデッキなんじゃねえな、あのデッキ知らんけど、まあ、とりあえずね何が出てくるか知らんけど一回激励層でぶちかましていこう。トラップカードあるんだったら捨てさせることできますしね、うん、さあアレイスターか授業はうららプリガトリオマジ、とりあえず打つわ、全部流そうぜ、一回全部流ったことにしよう一旦全部流ったことにしよう。でアルハとサラマの効果を両方とも発動していくぞ。さあアルハとサラマは破壊された場合お互いにデッキから破壊モンスターを特殊召喚する効果を持っている。何？貴様なかなかやりよる墓穴。対象はサラマ、まあ、いいんじゃない、それはもうしょうがないですよね、これもしょうがない、はい。でサラマは、破壊された時の効果発動できないか、アルハの効果でラキアを出していく。でだな、召喚魔術を回収しながらアレイサを回収していくのはもう大丈夫、オッケー問題ない。さあ来い、かかってこい、どうしたそんなもんか破壊結構ね、破壊ギミックに対してめっちゃ強いんですよね、体力あるんで。おこれは衝動打つか、破壊衝動発動、破壊衝動の効果によってフィールド上の破壊カードと相手のカードを1枚ずつ破壊していく。そしてラキアは破壊された場合の効果を発動できるぞ。破壊された場合なんとデッキより破壊モンスター体を特殊召喚できる。現れよ双極の破壊神、そして双極の破壊神が特殊召喚に成功した場合の効果。そう双極の破壊神は特殊召喚に成功した場合手札を1枚墓地に送ることによって相手のセットカードを破壊することができる。はい、シャドウルークでした、最強でした。あれはね残しとくとまあ強いカードですからね、これをね相手のエンドフェーズに割ることができるっていうね、あまりに強い。そして双王の加勢を発動、双王の加勢の効果によってデッキより破壊カードを1枚を手札に加えることができる。これによってアルファを手札に加え、そしてカードを1枚セットしアルファの効果発動、
アルファはフィールド上のカード1枚を破壊しながらこいつを特殊召喚することができる。そして破壊された破壊衝動の効果を、破壊された場合デッキより破壊モンスター一体を特殊召喚できる。もう一丁創業の破壊神出していく。破壊だ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 、うおー最強最強だ、最強すぎる。これ特にね、エクストラデッキ使わなくてもこんだけ強い動きできる破壊っていうデッキ、神デッキですね。ちなみにこれまだラキアでアルハ破壊する選択肢残ってるんで、もう1連でも用意できますし、はい、神デッキです。あー、それはね、まあ、これ通るかどうか問題だな。ここ通んなかったら終わる。大丈夫だ、 OK で、アルハ、まあそしたらこれセットしちゃって、これ破壊しちゃおうかな。次のターンに層の風置いときたいので、まあ、アルハ召喚してここ破壊して、アルハ特殊召喚、これ実質あれですね、破壊は魔法トラップカードと破壊下級モンスター1枚みたいな感じですね。ああ、これウララですか。これはウララ臭いですね。あ、ないですね。あれ、ウララではない。じゃあサラマを特殊召喚させてもらって、でサラマの効果発動したいんだけど、なんかある、なんもない。サラマ効果発動、サラマの効果で、そう、同国か、同国をセットし直してアルファを破壊したいんだけど、なんかありますかの効果。これなんだろうな、相手チェーンずっとしてんの。これ多分増地だったら打ってると思うんだよね。エフェクトベーラーとか無限紅葉とかそっち系ですかね。ニビルは反応するわけないし、ウララもないから、まあなんかエフェクトベルとかそっち系なのかな、ちょっとわかんないですねこれね。まあ一回セットして、セットして、なんかあの圧倒的対話拒否カード2枚セットしてるから、まあほとんどエルドリッチみたいな癖がほとんどエルドリッチみたいな感じになってますけども、まあ、破壊はね、破壊されるとリクルートしきる効果があるんで、なんかあのスキルトレインとそこまでなんだろう、噛み合わせ悪くないというか相性いいんですよね。あー金券ね、まあ直命だよねまあ当たり前に直命打っていく。はい、で破壊の魔法カードって墓地で発動するから、破壊されてリクルートするやつね。だからそのなんだろうな、このセットされている状態で破壊された後の墓地効果だから直命関係ないんですよ。まあ、それも強いところでありますね。で、まあ、ちょっと、とりあえずラッキーアの効果で、この、なんかその、この、これ、今から言う、この動きね、道具破壊するんじゃん、俺。で、道具破壊して、で、道具が破壊した時の効果は、これ、直命関係ないから。これが強いところでね。うん。まあ、これ何が強いかっていうと、直命が強いんだけど。何が強いかと聞かれたら、直命が強いと言わざるを得ない。そして、そういう時の破壊神の効果はどう？破壊神の効果によって手札を1枚捨てると相手のカードを1枚破壊することができる。ちなみにこれね、対象に取ってないんで結構強いです。煉獄の共演やば、これなんだっけ、インフェルノイドか。インフェルノイドはなかなか魔法カードに頼ってんじゃねえか、あれ展開結構あれだろう、なんか芝刈りとかさ、門芸とかさ、なんかそういうカード割といっぱい入ってる気がしますよね。まあ、とりあえずサラマの効果でセットとするのアルファでもいいな、まあ何でもいいけど、まあ一回これこうして、で無限法要ね、無限法要ねなるほどね。でスキルドレインのもう無効にしてくるスタイルね。まあ、ちなみにね、ラキアさんってこういうことできるんですよ。これフリーチェーンで相手逃がすことできるんで、このモンスターをリングの共演、はい、何してるんですか。自分のフィールドを持ち上げるマウントアップカードがレンゴマウントアップカードレベル合計が8人になるようにデッキからインフェルノイドモンスター3体までやると。あ、なるほどですね。これでなんかインフェルノイドがめっちゃ出てくるといったところ。はい、デカトロン、デカトロン、なんかいっぱい出てきちゃった。どうしよう、どないしよう。でセット破壊で両方とも効果発動したいんだけど、なんかありますかの効果、なんかありますかの効果。あいつらは一体何する人、彼は何する人ちょっとわかんない。ちょインフェルノイドマジでエアプランだけど、ガチでわかんないこれ。
デカトロンは何コピーするんでしたっけ。特殊が成功したらデッキからインフェルノイド、デカトロン以外のインフェルノイドの、モンスター相手ポジションってレベルを上げてコピーする。なるほどね。だからまあ別名になれるっていうことですね。墓地からデッキから墓地に送ったカードと同じ効果を得るということですな。いやめんどくせえなー、めんどくせえモンスターの効果コピーしてんな。これ上から一回殴ってから考えるやつ。これ一回殴ればいいんじゃね。ちょなんかあのデカトロンとかいうモンスターの効果めんどくせえからこれちょっと殴るわなんかそのすごい効果書いてるからなんかめちゃくちゃ強そうな効果書いてるから一回戦闘で破壊するっていうスタイルね。でそいつの効果を発動していく。でリリースすると相手の墓地のカードを除外する効果はまあ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 いいですよ。はい、全然いいです。で攻撃続けますよ。でこいつに殴りたいんですけど何かありますか。何もないです、何もないです。もう干渉ありません。メイン2入ります。相手のモンスターとリンクします。違う、マガタマの効果と、マガタマの効果で相手のモンスターを吸収してリンク召喚します。はい、いけ破壊神ラギア。そして、まあ、一旦これでエンドか、まあ、一旦これセットしてこれでエンドなんじゃない。これさすがに強いでしょこの盤面。ちなみにあの破壊神ラギアは相手が特殊召喚したモンスターとあのリンク召喚するっていうあの 超シンクロみたいな効果持ってます。はい、相手ターンでも発動できますこの効果。てか相手ターンでしか発動できません。なんならこれおっと何ですかこの人は。なんかやばいの来たぞ。なんだこいつは。特殊が成功した時にこのカード以外のフィールドのモンスターを全て破壊する。おい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 穏やかじゃねえな。一旦一度魔法トラップカードの効果を発動した時に自分のフィールドのモンスターをリリースその発動を無効にして破壊する。やばいじゃねえかおい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 やべえぞおいやべえじゃねえかおい。どうなってんだこれ。スキルドレイン撃つしかないのか。ドレイン撃つしかねえのか。ドレイン撃つしかないで復興にしてくるやばい。これ俺全部死ぬもしかして。もしあの全部死ぬやつめんどまあ破壊されても一応なんとかなるんで破壊って。これそれ見せたいですね。で全部破壊されましたと。でもう普通のデッキやったらここで死んでます多分。ただラギアの効果で回収回収すんのはまあサラマかな。でサラマの効果とラキアの効果で2体できるとですね。これがね破壊デッキの強いところなんですよ。破壊されても破壊されてもデッキからわ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 ら後続が出てくるから破壊にそこまで意味はないと。それだけ言っておこう。でこうでこうでサラマを回収しておくと。どうよどう。さあ相手のエンドフェーズでラキアの効果も使っておくぞ。衝動の効果が発動され、衝動の効果でデッキからまたなんか謎の破壊モンスターが一体特殊召喚されると大丈夫か。さあサラマを特殊召喚していく。で双極の破壊神の効果を発動していくぜ。双極の破壊神の効果によってエンドフェーズで破壊されたこいつは戻ってくる。どうこの復帰力めちゃめちゃ復帰するっしょ。これがねこれねゴキブリのようなね生命力を持った破壊デッキのね進化ってやつですよ。でここでサラマの効果としていく。サラマの効果で衝動をセットし直しフィールドのカード1枚をその後破壊していく。そして衝動を破壊し、衝動が破壊された場合の効果はどうするか。衝動残しとこ。どうせライフは足りている。アルハの効果はどう。アルハの効果によってデッキよりラキアを特殊召喚、そしてサラマを召喚全員攻撃よしバトルだ。いけいいぞお前ら。ちなみにラキアの効果はフリーチェーンで使えるためまだ俺は1回の攻撃を残していると言ってもいい。うわダイレクトアタック
いやこのデッキいいデッキだわ。使っててめちゃめちゃ楽しい。このデッキなんかゴキブリみたいな生命力あってめっちゃいいね。なんかまあ、バウンスとかにはちょっときついですけど、なんか破壊されるとなんかひたすら出てくるんで、なんかアクセスコロトーカーとか出てきてもなんかそんな困んないっていうなんか一生出てくるから、次から次へとねリクルートされて、なんか素晴らしいデッキですね本当に。ああ進化のディーバーアーチザン、なんだこれ、ハリファイバーか、ハリファイバーかなんか知んねえけど、これやめろ、あんまりめちゃくちゃな動きされると俺困っちゃうぞ。ゴーディフェンダー、うわーなんかやばそうな動きしてんな。ちょ、なんもないんですよね。このゲームやっぱ先行で好きに動かれた時のさ、そのまくり方法なさすぎないなんか先行でさ、なんかもう全然無理みたいな盤面作られた時の開始方法なさすぎちゃって、そのなんか、まあ、コナミはね、なんかその e スポーツやらなんやらとか言ってますけども、その先行ゲー加速しすぎてね、マスターデュエルの特にそのマッチ戦がなくて、そのシングル戦であるこの状況、これなんかこれをなんか e スポーツにできるのか本当になんか先行の勝率なんか出してくんねえかな、データで。多分えげつないと思うよこのゲーム。なんか他のカードゲームはどうなってるのか知らんけど、なんかその多分だけど遊戯王の先行勝率えげつないと思う本当に。マッチだからまだなんかギリギリね、そのなんかその競技としてギリ成立するのかなってちょっと思ってるんだけど、じゃなんかありえないほど先行が強くなっちゃってるから、なんかそれがさ全部そのそういういけないところが全部詰め込まれてるのがマスターディールだと思うんですよね。今まだVFD とか生きてますし、アナコンダも生きてますし、今デストロフェニックスカイも来ましたからね。だいぶなんかマスターデルのなんかいけないところが全部詰まってんじゃねえかなっていう。エフェクトベーラーも引いちゃってるし、相手終わったんじゃねえかなこれ。さすがにサレンダーシーか。ちょ、なんかやばいの来たんだけど、やばいの来たって、なんか長官来たもん自爆超新刊来たもん、やばいんだけど。何、自爆神サーチ来た、出た自爆神サーチ。フィールドと墓地にシンクロモンスターがいると自爆神サーチ来た。なるほどね。で何これは、何が出てくるんですか。あ、スカルデッド、はいはい、スカルデッドで3体以上の効果で自爆神出すのか。なるほど自爆神をサーチして自爆神を出していくっていうことね。君なかなかやるね。あ、燃えたけみつやばいカード発動してるんだけど、おい、メインフェーズにスキップされじゃねえか、ふざけんなよ、おい、ターンよこせ。いった、こいつは何するまん。このカードがフィールド上に守備表示存在する限り相手はバトルフェーズを行えない。ええあ、そういうこと、あ、そういうこと、ゴミじゃんこのデッキ、ゴミなんだけど。このゲームやってるやつにね、まともなやつで一人もいねえわマジで本当に。ああ、このゲームはほんとクソ野郎しかおらん